はい、おはようございます。五郎でございます。10月6日、今日も稲盛和夫さんの一日一元やっていきたいと思います。今朝の一言は、金利の要諦ということで解説文を読んでいきたいと思います。人事の要諦。人事は公明正大に行い、公平を旨とすること、自信を挟むことがあってはならないと。これもね、その通りだと思いますけど、これができてない会社もしくは組織はね、やめた方がいいと思います、サクッと。ここができてなくて、見た目業績良かったりとかね、することもあるかもしれないですけども、後々こういったところからね、ほころびが出てきて、組織崩壊しますんでね、こういう会社すぐやめましょうということでね。僕も参考までに言うと、コロナでね、今在宅ワークやら出勤日やらが今までとちょっと違う状況になってるんで、いろんな、会社のルールがあるんで、おのおの違うと思いますけども、来なくてもいいし来てもいいしみたいな、感じの曖昧なルールの会社があって、で一方で毎日出勤している人もいれば、会社の近くに来てるからいいみたいな、わけわかんないルールのもとに組織が運営されていたことがあって、そういうのがいろいろ他の理由もあったんですけど、積もり積もってその会社辞めたんですけども、結果どうなったかっていうのは言わなくても分かるでしょうということなんですけども、ここがね、本当にね、何回も言いますけども、ここが曖昧な会社というか、徹底されてない会社はすぐ辞めた方がいいんじゃないでしょうかということでね、最近急に寒くなってきてますんで、風邪などひかないように頑張ってまいりましょう。